皆さんこんにちは。今回は昨年の鹿児島、熊本旅行のブログです。京成スカイライナーで成田に向かいます。朝ごはんはセブンの鶏田つけ麺。成田に着きました。それでは鹿児島までひとっ飛び。何やかんやで鹿児島の天文館へ。天文館は鹿児島一の繁華街。装飾が綺麗。でもコロナの影響で人があんまいません。店の数が多く、ここで一日中過ごせそう。インフラは路面電車、風情があります。昼食食べに移動します。とんかつのお店黒福田さんにお邪魔します。ずらりと並んだ芋焼酎、衣が竹炭の名物黒カツロース。桜島フェリーに乗船。桜島見えてきた。雲で見えない。島の移動はレンタカーを借ります。移動した先には猫ちゃん、後ろにもいた。湯の平田展望所に着きました。海の風景は一望。風が強い。山の方は雲で見えません。火山灰が道路に積もってます。火山らしい大きな岩がゴロゴロ、低めの針葉樹林が広がっています。桜島らしい風景が見れて満足です。別の観光スポットに行きます。火山灰で積もれた黒髪埋没土に、夜ご飯は黒豚しゃぶしゃぶ。乾杯。想像通りの美味しさでした。ホテルに行きます。コスパいいホテルでした。2日目、雨の中鹿児島市内観光。仙岩園に寄ってきました。島塚の大名庭園です。鉄を作ってた反射炉の跡。宝箱はモンハンとのコラボだそうです。お菓子休憩。名物の両棒餅ディミー。続いて島塚の御殿へ。当時の部屋の様子が再現されてます。当主の部屋から桜島見えます。当主の寝室、西洋家具も置いてました。外から見た景色はこんな感じ。倉庫集成館。薩摩切子の工房、地方特有のコスレスタバ。薩摩切子の土だったところ。次は西南戦争の史跡巡り。南州神社へ。西郷隆盛のお墓、西郷隆盛の終焉の地。西郷隆盛関係の史跡が多く、鹿児島県民から未だ慕われているとよく分かりました。城山公園展望台、市内よく見える鶴丸城跡。西南戦争の砲弾跡があります。西郷隆盛城。お昼食紅移動。鹿児島ラーメンどんとろさんにお邪魔。サインがたくさん。チャーシューがとろけるよう、あっさりだけど克服か。麺おかわり。食後は白熊アイスの本家の店。いろいろあるけど普通の白熊を注文。コロリー、相当に美味しかった。これはまた食べたい。指宿枕崎線で移動。線路横がすぐ海な景色好き。指宿駅到着。ホテルまでタクシー。ホテル白水館到着。ウェルカムドリンクいいね。中庭の整備行き届いてる。廊下には文化財などの展示すごい。館内施設充実しすぎ。お部屋の様子、窓の外は海の絶景。最高。最高だ。最高すぎる。おおとトラブル。段差には気をつけてね。なんか予想以上にめちゃめちゃ景色良くて、海側プラン期待以上にいいです。すごっ。外から見た感じ、プールに入ります。冷たい。子供は元気だね。子供を見られる。浮き輪に乗ってプカプカ。バカンス気分だね。プール横はすぐ海。夜ご飯食べます。バイキング種類豊富。好みはっきり分かるんだね。乾杯。バイキング2周目。大浴場に向かいます。ここも展示や内装凝ってる。芋焼酎がずらり。この後は砂蒸し風呂と元禄風呂に入りました。砂蒸しは指宿の名物。温度が高めで暑かった。元禄風呂は千坪の巨大な風呂。内装も風呂の種類も豊富で良すぎた。3日目です。今日は雨気味。ホテルの横の薩摩伝承館。何やらすごそうな歴史ある美術品がずらり。車で地輪ヶ島近くへ。地輪ヶ島は浅瀬の時に分かれる形です。温泉夜、開門だけ見えるし露天風呂だった。 JR 日本最南端西大山駅へ。開門だけはちょうど雲に隠れてます。池田湖の一周。カルデラ湖の池田湖広い。ドライブインには大うなぎの展示。移動してお昼ご飯食べます。チランツ屋さんでタソバを注文。
特攻隊の展示が茶屋内にあります。雨がすごい。この時年に一度レベルの大雨が降ってたそう。治安特攻平和会館に来ました。隊員の家族宛ての手紙など展示されてました。新幹線で熊本に移動します。熊本駅に到着。路面電車で移動。呉服町駅で下車。旧三井住友銀行。かっこいい。今日のホテルです。ホテル併設レストランで馬刺し。美味しい。4日目。今日も雨です。熊本城跡に来ました。城の下には店がたくさん並んでます。熊本地震で塀がかなり壊れてます。天守閣です。今回は入れませんでした。昼ご飯のラーメン黒天さんのご邪魔。熊本ラーメンこってりしてます。車で阿蘇火山博物館へ。曇ってる。草千里ヶ浜曇ってますが雄大な景色。阿蘇山の火口付近へ。入山規制で入れない時もあるんだって。これは退避所。噴火した時にここで火砕物から逃げます。ここが火口。水蒸気噴き出してる。頂上からの景色雄大ですね。草千里ヶ浜もう一回来たら晴れてました。これはすごい。いい景色すぎて何個も動画撮れます。余熱か。小さいけど立派な火山です。黒川温泉に移動。宿に到着。各種説明受けます。黒川温泉には温泉手形という温泉パスポートがあります。近くの温泉は3つまで入り放題です。夕飯前に1つ入ります。夕飯は旅館スタイルの部屋食。ボリュームたっぷりで大満足でした。5日目。周辺観光からスタート。黒川温泉の街全体風情ある感じたまりません。2つ目の温泉には行きます。入ると温泉手形にスタンプをしてもらえます。3つ目は離れたホテルの露天風呂。サンが見えるいい景色の露天風呂後は白熊アイスバー。阿蘇山に戻り大観峰に来ました。ここもやはり素晴らしい景色。お昼ご飯は阿蘇赤牛ハンバーグへ。ジューシーで美味しい。食後は阿蘇神社へ。修復が最近で綺麗な本殿でした。縁結びの松、この周りを2周すると効果あり。それでは東京に帰ります。今回も予定いっぱいでいろんなところ回れました。それではまた次の旅でお会いしましょう。バイ。